はい、お疲れサンバお疲れ様です。はい、今日もねすごいいいお天気ですね。あ、カーテンが眩しいからね、車にカーテンつけてるんだけど、私吸盤が取れちゃう。ね、久しぶりにね、カリンでねジュース買いました。これはキウイです。値段がね300いくらだったかな、それが290円にねお値下げされてたので、こちらのねキウイを飲んで今ちょっと休憩してます。うん、でさっきねお花も買いました。すごいねひまわりが可愛いよね。なんか夏といえばねひまわりってなんかそういうイメージがあって、ひまわり好きなんだよね。あ、お腹鳴っちゃった。で今日はこの後家に帰って知人がねコストコに行くということで、私も連れてってもらうことになりました。そんなにね買うものはねないと思うけど、まあそんなにだから紹介するほどでもないかもしれない。また何か紹介したいものがあればね紹介するかもしれないです。まあ、そんなにお金使えないんでね、コストコ行くとさついついさあれもこれもって余計なもの買っちゃうんだよね。だからある程度金額を決めて行こうかなと思ってます。また無駄遣いしないようにね気をつけないとね。うん、はい、じゃあそれではねまたお会いしましょう。ああ、片付けないとね、やばいねこれすごいでしょ。昨日ねその布をさ探してたんだよね。結構昔からある布でさ、あれこれね探していてすごい散らかしちゃったんだよね。まあ後で夜帰ったら片付けようかな。ねえラムさん、じゃあちょっとシャワー浴びて着替えて行ってくるね。ちょっとカバンをね、入れ替えようかな。また付録なんだけど、このね、お財布ね、結局このつまみ、あ、引き手の部分ね、直して使います。だからね、そのままこのお財布使い続けます。エコバッグもう一つ持っていこうかな。もしかしたらたくさん買うかわかんないからね。どうだったっけ？これね、そういえばね、これかわいいでしょ、これ。レスポートサックの結構ね、昔。2011年に発売のムック本のエコバッはい、コストコから帰ってきました。今回買ったものはこちら、メキシカンサラダラップと、あとクロワッサンと、あとは、ベーグルですね。セサミの方と、あとブルーベリーの方ね。あとこのこれは蜂蜜かな、小分けしてあるやつが欲しかったので、あとはドーナツですね。
これ美味しそうですね。あとこちらですね。中を開けるとどんなかというと、これこんな感じですね。ちょっとねこれ持って歩けるのにいいかなと思ってこちらを買いました。これ食べようかな。これは明日。これは冷凍。これも冷凍。よし、これ食べよう。なんかちょっとね、冷えるんだよね。よいしょと。メキシカンサラダラップ。結構このね、商品って食べたことある人たくさんいると思うんだけど、私初めてなんだよね。よいしょ。ちょっと、ごめんなさいね。カシャ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 。なんかそういえばね、視聴者さんの中で、私の動画をもう見てくれている方なんだけど、こういったね、何気ないね、お菓子を開けるカシャカシャした音とか、そういう音がね、好きってね、言ってくれる人がいるんですよね。で、その方に今度ね、その ASMR っていうの?それをね、動画出してほしいってリクエストがあったんだよね。ちょっとやってみようかな。まあ、やるんだったら、サブの方でね。こっちのね、チャンネルでやったら、ちょっとまたおかしくなっちゃうからさ。で、いただきまーす。わ、すごいね、これ。レタス、レタスと、トマトと、なんだこれ。いただきます。うん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 。あ、でもちょっとピリッとするね、これ。辛いって書いてあったっけ?結構辛いかもしれない。私辛いの苦手なんだよね。でもこれぐらいだったら、OK。うん。なんかね、そのコストコで、ほら、売店みたいなのありますよね。ハンバーガーじゃなくて、ホットドッグがね、安くて、ね、結構有名ですよね。ホットドッグは2回ぐらい食べたことあって、だからハンバーガーを買ってみたのね。あれ結構意外と高いなと思ってたら、なんとね、こんなに大きかったの、ハンバーガーが。すごい大きくて、こんなに大きいのって思ってびっくりしちゃった。ね、全部ね、食べれちゃった。でも、パクッと。おいしい。うん。あとね、やっぱりね、入場制限もね、ありましたね。まだね、こういう時期なのでね。また、コストコに今度いつ行けれるかわかんないけど、また、
いろいろ買ったらね、また紹介したいと思います。では、今日はこの辺でゆっくり食べたいと思います。バイバイ。ポチッ。